どうも、かげやんです。今日は2021年、6月3日木曜日、木曜日の朝、晴れてますね。晴れになります。ということで、僕は木曜日なんで定休日ということでね、今日は、朝からいろいろ動きますけども、昼からできたら映画でも見に行きたいなというようなこう感じでいるんですけども、まあ、どうしようかなというところであります。ちょっと変更するかもしれないです。北斎というね、葛飾北斎の映画をちょっと見に行きたいなというふうには思っているんですが、どうしようかなというところです。そしてこれいい感じですね。唐辛子ですね。これは育っていきそうで、これキュウリです。キュウリがね、これがね、これです。見てください、これ育ってますよね。これまず1本目でしょ。これがキュウリ1つ、そしてここも生えてますね。2本目、こう下の辺もいろいろ花も咲いて、こうかなりこう期待できる状態。そして、この辺もそうですね。だからなかなかキュウリがね、こう育ってて、これから 何本これがこうしっかりこう食べれる状態になるかっていうのがね、非常に楽しみです。そして唐辛子もね、これ花がもう2つついてるんですね。これです。この2つよく見えますかね。この2つですね。そしてこちらが、ナス。ナスがね、なんかこうあれなんですよね。そしてこちらがキュウリということで、キュウリこの辺ちょっと育ってきそうかなというところであります。では今日はね、ちょっと水やりをねしようかなと思います。ちょっとこうやって水をやっていきます。水やりするところもこう見せていこうかなというところですね。今日は晴れとるんでね、しっかりこう水をやっていきたいと思います。晴れです。またね、こう天気が悪くなったら水やりもしない状態になるんで、こうやってやっていきますね。よし。あ、ここですね。あ、これ新しくやってる。